島根丸は第二次世界大戦中に日本で建造されたタンカーである。1トルコリラ型戦時標準船をもとに飛行艦板を装備した護衛空母兼用の設計で特1トルコリラ型と呼ばれる形式の1番線。産業設備 A 団が発注し、1トルコリラ型10番線として川崎重工業艦船工場で1944年6月20日起港、間もなく、 特一トルコリラ型に設計変更された。同年12月17日、または12月19日浸水、1945年2月18日、竣工、または2月28日ほぼ完成状態で工事が中止された。大日本帝国海軍の所有ではなく、石原基船を選手とする民間の商船である。竣工後も特設艦船として徴用するのではなく、 民事輸送の傍らで、軍事輸送に協力する海軍配当船としての運用を予定した。春工後、3月17日の神戸大空襲の直後、神戸港内南側の18番不評に係留中、米軍艦載機の爆撃により損傷を受け予定していた兵員の乗り込みは中止された。これに加え、戦局の悪化による航空機、 燃料の不足などのため実際に任務に就くことはなく、応急修理の後、4月初旬から香川県、首都湾に疎開し、植木や迷彩などで偽装した。1945年7月24日、同地でイギリス海軍艦載機の攻撃を受け全部、飛行艦板に爆弾3発命中し資金弾多数、全部は大きく破壊され、船体後部が折れて着艇した。 1946年11月11日から1948年7月1日まで、何は選挙により解体された。その際に、地元の有志がマストをもらい受け、継承台として活用。現在は、指導庁消防団かも招代部団所前に残され、英軍機の機銃装者による弾痕も残されている。速報から見た、大破着艇状態の島根丸。 日本特設観染物語 P381 では全長1 6 0 0 0 0ルとするが、1トルコリラ型と同じ船体とすると1 6 0 5 0 0ルが正しい値。島根丸では1944年6月8日に、気候、同年12月19日に、浸水、1945年2月29日に、春航となっている。 ただし1945年は、平年のため2月29日はない。ありがとうございます。